最初知りすぎていた男。桐生一馬、これから処刑を執行する。じれったかったろうな。殺すならさっさと殺せってよ。立たせろ。花尾んとこに連れて行け。あれから何にしたった？お前が鶴野を逃がしてからってことなら3日だ。奴が助けに来てくれるとでも思ったが、残念だったな。沖縄の子供たちは。お前がそれ知ってどうなる？と言いたいとこだが、武士の情けだ。何も手を出してない。あの子たちは相変わらずお前がとっくに死んだもんと思って過ごしてる。今日本当にお前が死んだとこで、それは変わんねえだろう。恩に着る。キリュウさん、処刑の執行人はあんたか。なら最悪よりは少しマシだ。花輪はずっと優秀な管理者として大道寺に貢献してきた。だが今回は散々だったよ。目も当てられん事態だ。担当したエージェントを制御しきれず、組織を危険にさらした。自分の蒔いた種は自分で刈り取ってもらう。ひざまずけ桐生、最後は潔くね。いつでもいいぞ花輪、今度はお前が忠誠心を示す番だ。桐生は命の恩人だろうが、組織の指示に二度逆らってる。この処刑に依存はないな。信じられません。堂島の竜が、何度も修羅場を生き抜いたあの桐生一馬が、今私なんかに命を握られている。ああ、担当したエージェントを始末する。辛い仕事だよな。だから俺たちも同僚として協力は惜しまん。これで罪悪感が減るだろう。お前はやるしかなかったんだ。余計なこと考えるな。軽く引き金を引けば済む。それ以外の動きをすればお前も処分の対象だ。いいんだ花は。俺はもう3年前に死んでいた。あんたを恨んだりはしねえ。そうやってあなたはいつも真っ先に自分から犠牲にして、そんなことでどうやって今日まで生き残れたんです？花は、もともと今私が生きてるのはこの人に救ってもらったからだ。それも今回だけじゃない。
私は彼に二度助けられている。いいんだな。よせ。何やってる花は。銃を拾え。覚悟があるわけじゃありません。それでもやっぱりできないんです。私にあなたを殺すことはね。了解した。おい、え、見上げたもんだよ花は。合格だ。え、二人とも。これなんか前にビデオ通話とかしてた人だよね。わざわざご足労いただきまして。すまなかったな桐生さん。それに花輪君、君らは今や肩書きや立場の枠を超える関係を築いてみせてくれた。それこそが大道寺を支える者たちの到達点だ。どういうことだ。友人でも他人でもなく、それでいて最もお互いを知る管理者とエージェント。桐生さん、あんたにとって花輪君はもうただの管理者じゃないだろう。逆にもしそうなっていなければ桐生さんの命運もここまでのはずだった。花輪君の銃にはちゃんと弾を入れといたからな。ならそいつが本当か確かめる。花輪、あのじいさんに向けて撃ってみろよ。今はやめてください、そういう冗談。まだ体が震えてます。大道寺にしては随分甘い裁定だ。ただこれにはちょっとした訳がある。なあ鶴野さん。え、え、何、お前何してんの鶴野。近江連合本家の持つ不動産に渡瀬組が管轄するフロント企業の経営権、締めて500億の資産や。え、前もって親父から託されたもんです。それと引き換えに大道寺から桐生さんを生かすチャンスをもらいました。え、あんたを俺らの仲間に引き入れるため。うん、500億ぶら下げりゃどんな堅物だってまだが緩む。大道寺のお偉方もその点なかなか柔軟だしな。桐生さんにチャンスをやるとして、あとは花輪君の決断に丸投げしたというわけだ。すると賭けは我々の勝ちと出た。あんたはしばらく渡瀬組に手を貸してやってくれ。彼らに限定して桐生一馬の生存を一時的に開示する。何でもでかい仕事になるらしい。それでいいかな。一派は500億手にして仕事は全部俺にさせるわけか。不服なら全部ご破産にしたって構わんよ。その時は500億を返上するし、あんたにはやっぱり死んでもらうことになる。鶴野さんにもな。選択の余地がねえことは分かってる。だが俺からも一つ条件を出させてくれ。桐生さん、もちろん聞くよ。言ってみろ。沖縄の子供たちへの監視を今すぐやめてくれ。あいつらの命が電話一本で奪われる。そんな状況を許すくらいなら俺は死んだ方がマシだ。俺が死ねばあんたらだって人員割いて朝顔を見張る必要はなくなる。そうだな。
仮にうちが子供の監視をやめたと言ったとする。しかしあんたにそれが事実か確かめる方法はないだろう。そのことは承知してるか？約束を守ることにかけてはあんたらを信用している。でなきゃ俺たちはとっくに決別していた。わかった。そんな風に言われると弱いな。あんたの条件を飲むよ。この私が保証人だ。交渉成立っちゅうことでええんやな。まあそういうことだ。まったく、命が助かっただけで御の字なのに、あなたから条件を出すなんて。500億出してまで必要とされるとは。あなたがすごいのか、渡瀬がバカなのか。おいゴラ、あとのやつ取り消せや。あんたよく一言余計とか言われへんか。あ、それはあるかも。花輪さんちょっと一言よ。嘘を言われるでしょ。みんな気使って言わねえだけだよ。そんな感じする。まさか、いらんこといいな感じする。いや、花輪さん可愛いね。みんな思ってんやって。桐生さん、仕事言うても今すぐどうこう言う気はありません。まずはしっかり回復してもらわな。でもまさか。後日電話させてもらいます。赤目にも知らせときますんで。あ、はい。でも鶴野に助けられるとは。桐生さんもあいつんとこやったら少しは落ち着くやろ。ああ、そうだな。いや、でもとりあえずひとまず良かったね。いや、でも花輪さんが助けてくれたの良かったな。住職、え、もしかして私を迎えに来てくれたのか。ええ、無理を聞いてくださり感謝します、主任。あんたから直々に命乞いされちゃうな。え、桐生さんのことも花輪君のことも無下にはできん。え、この住職さん、そんなにすごい人なの？それでも渡瀬組の500億がなきゃ危なかった。あれでやっとお偉方と交渉の余地ができた。すると桐生さんは天に愛されているようですね。今のセリフ、本物の坊さんみたいだ。長いこと化けてると板につくもんだな。そうだね、本当のお坊さんじゃないって言ってたから。それは多いことです。この人だ、何なん、大道寺の何なん。めっちゃ偉い人なんじゃん。いろいろあって少し疲れたな。鶴野からの連絡が来るまで赤目のところで休むとしよう。いや、ちょっと待ち、ちょ、お前ちょっと詳しい話はまた連絡させてもらいます。とにかく今夜は赤目のとこで休んでください。なんかちょっと声優しなってない？ねえ、ねえ、なんか喋り方ちょっと優しなってんじゃん。とっとく、サングラスコンビ。あ、おデブちゃんじゃん。大道寺のアジトは多数の支部があるらしい。俺も前方は知らんが噂ではある。海中にまであるって嘘。さすがにそれ嘘だと思うが、ないと言い切れないのが大道寺の恐ろしさ。お前さ、前のさ、腕につけてチュインチュインってするやつくれよ、あれ。あれめちゃくちゃ欲しいんだけど。おデブちゃん、あ、お前もうお前のことは花輪に任せる。おう、二度と関わってくんなよ。これ以上カマセイヌに使われるのはごめんだしな。もう二度と関わんな、お前に関しては。ジョリュー、お前誰だっけ。せっかく拾った命だ、無駄にはするなよ。傘の子かな。ちょっとこの辺お前曖昧なんだよな。なんかあのおデブちゃんが強すぎてさ、印象が。あ、花輪さん、ついさっきまで生きるか死ぬかの瀬戸際だったんです。はい、私も一息つかせてもらいますよ。ああ、そうですね。ぜひそのノートパソコン使っていただいて、アジムラチャンネルって検索かけてみて。う、誰だよお前。お前は誰なんだよ。違うんだよな、花輪さんと二人撮りたかっただけなんだけどな。あ、こっちは僕がずっと隔離されてた。あ、今回君が隔離されてんの。どんな気持ち？うん、これで許されたと思うなよ。俺はお前に殴られた恨み忘れてない。知らねえ。
今度命令無視してみろ。その時は俺が喜んで引き金を引いてやる。怒った方がええんちゃん、こいつ。反省してないぞ。怒った方がええんちゃん。あともう一人ぐらいいなかった。あ、こっちか？こっちに隠れてんじゃん。え、なにこのプレイスポット感。え？え？大道寺何してんの？本当にここで。え、これ何？マスターシステム？いや、もう怖いよ。怖い。怖い。いっぱい操作の怖い。いや！ああ、なるほど。ということで、今までのセガで出してきたであろうゲームがここで遊べるってことだね。ドキドキペンギンランドやってみようかな。ちょっとわかんない。ボタン配置がもうわかんないな。何これ。ちょっと、あ、これを運んだらいいってこと？あ、落ちたんちゃうん。あ、ここ、どこ、この辺か？あ、クマ！どういうこと？え、今のは絶対正解じゃないよな。あ、ジャンプもできんのね。ジャンプもできて、もうここ落とした方がいいんじゃん。この辺。ここ割って、ここにもう卵落としていくでいいんじゃない？うん。で、一回卵こっちに避けといて、ここ壊す。卵落とす。あ、大道寺の人、これ得意な人いない？教えてよ、やり方。何が正解なんだよ。でも、クマのとこ行くとな、クマに当たってもダメだったから、とりあえず卵をここに落とす。で、下に、あのタイミングに合わせた方がいい。あ、でもあれは違うのか。え、どこ行ったらいいんだろう。この辺。クマどうしたらいいんだろうね。一旦ここに置いて、クマのタイミング見るか。あ、なんか良い調してる、良い調してる。お、卵取った。あ、割った。とマジで意味わかんない。おい、あれ得意なやついないの？教えなよ。何が正解だったんだよ。教えろ。カエル知らない。あ、君いたやん。君が勝ったのか。まあ、伝説の極道様は違うね。500億の価値があると来たもんだ。ああ、俺も誰かに500億払ってもらって自由のみんなして、かがやめたいなって。いや、もう実はやめたいってなってない？いや、まあ、大道寺一派は結構厳しい場所かもな、確かにな。じゃあ、とりあえず赤目さんのとこに戻るでいいのかな？いや、ほんと、あそこに入ってからもう、とんでもない怒涛だったね、キリュウちゃん。でも一旦、それこそ上流っていう身から、桐生一馬と名乗っていいっていうかね、そのまあ、それこそ渡瀬組っていうか、近江連合に関しては、桐生一馬として動いていいっていうことだったもんね。赤目ネットワーク増えてない？3章入ったからか。お、上流、しばらくどないしてた？監禁されてた。わからんけど、鶴野さんからゆっくり休ませろ言って。あ、そうだよね。赤目さんもびっくりだよね。なんや、傷だらけやないの。そう、はあ、少し疲れてんだ。そしたらシャワーあるで。ついでに体も洗ったのか。洗ってくれるの？その場合は追加料金やけど。そっちは間に合ってるか。シャワーは助かる。あ、そうだね、入りたいね。せやろ。ついでに腹も減ってんだ。それは自分で勝手に食ってこいよ。ご飯にする？お風呂にする？それとも、あ、だし。めっちゃエロい声出す。シャワーの後、飯食って。無視してる。あとは構わないでくれ。ノリ悪いやんか、上流。ねえ、あんだけ一生懸命言ったのに。生きるか死ぬかだったんだ。たく、大げさやな。いや、でも本当なんですよ。本当に生きるか死ぬかだったんです。あの500億がなければ。いやでもいいな、なんか赤目さんとこ帰ってきたらこう落ち着いてしまうな。上流、おはよう。三上流、調子はどうや。いや、まずまずってとこだ。休んだのかな。ちょっといろいろあってな。うーん、あんたらしくない歯切れの悪いリアクションやな。せやな。そや、気分転換に依頼でもどうや。あんたがサボってた分仕事たんまり。マジで。ああ、そうだな、それもいいかもしれね。なかなか金になるし、あのキャッスルとかいう場所にも興味がある。あのね、
なかなか趣味やけど、ええ場所やろ。ああ、なんか思う。なんか確かに、なんか変な性癖じじいとかいたりして、ちょっと嫌だなと思うとこもあるんだけど、場所自体はすごくすごく好き。ランクを上げれば戦える闘技も行ける場所も増えるし、さらに便利になる。うん、なら気分転換があったら上のランクを目指してみるとするか。なのに越したことはなさそうだからな。せやね。ナイスな心がけや。うちも情報屋としてまだまだのし上がっていくつもりやからな。上流がゴールドになってくれるとめっちゃ助かるわ。ゴールドランクになる条件は何だったか。なんかとりあえず倒してけって感じじゃない？あんな？条件は2つ。1つは、赤目ネットワークレベル10以上。それはもう言ってるもんね、レベル10は。まあいくつか依頼をこなしてもらえれば、これはすぐ到達できる思うで。もう1つは、闘技場のシルバーランクの闘技で結果を残すこと。こっちは3つくらいの闘技を制覇すれば十分ってとこかね。闘技場に参加したければ、いつでもキャッスル送ってからうちに声かけてな。了。わかった。頼むわ。全部条件満たす時もうちに知らせてな。ゴールドランク目指して頼んだで、上流。そうだね。待機時間にゴールドランクを目指す。あ、それがメインストーリーなんだ。上流。まあ、確かに闘技場もそうなんだけど、赤目ネットワークってなんかたんまりって言ってなかった。なんか赤目ショップも多分増やしてるよね、この人。いっぱい投資してるから。投資は、あ、新しいプロジェクト、何でも揃う店目指すんや。この辺も投資しっかりしておきましょう。お金はかかってでもいいから、今からそれこそ、サブストーリーっていうこの依頼回収しながら、ちょっとお金も稼いでいこうかなと思うんで、これやっていこうかな。蒼天堀の亡霊。亡霊？え、またお化け的な感じ？あんな？なあ、上流、合流会って聞いたことあるやろ？あります。ほら、キャッスルの決勝戦ったやんか。合流会の2代目会長、郷田隆二の偽物と。あら、本当に偽物だったんですか？ああ、だがそれがどうかしたのか。もう10年以上前になるんやけど、実際の郷田隆二はカリスマとして相当有名なヤクザやったらしい。すごかったですよ。なんかね、キャバレー入ってね、オラついてましたよ、本当に。けど東京のカムル町に進出を図って死んだそうや。なんかいっぱい思うとこあるけど。けどその死を信じひん人が今もかなりの数おるんやって。えらいこっちゃ。ほんで今蒼天堀にその郷田隆二が帰ってきたっていう噂が流れとんの。あんなんおったら目立ってしゃあないやろ。隆二が、え、隆二がいるってこと？くだらねえな。死んだ有名人につきもののドタ話だろ。うちもそう思うんやけどね。でも火のないところにはなんとやらとも言うよ。噂が本当だってのか、頼むわ。それを上流に確かめてほしいってのが本題や。それだけの求心力のあるやつがもし本当に帰ってきとるんなら、蒼天堀のバランスは崩れかね。もう崩れてしゃあないでしょうね。うちとしても手打つ必要が出てくるからな。なるほどな。分かった、引き受けよう。ほんまに？あれ、あっさり引き受けてくれるやん。ちょっと意外。いや、たまたま気が向いたんだよ。そうだね、龍二に関してはね。それでどうやって確かめるんだ？あんな、いくつか信憑性高めの目撃情報をキャッチしとるから、その真相を追ってほしいんや。いいだろ、聞かせてくれ。まずは30年前カツアゲしてきた小学生に再会してまたカツアゲされた話やね。30年前カツアゲしてきた小学生、それ龍二ですね。何言ってんの？ちゃう。まあ聞いてや。え、それ龍二じゃね？えらいこっちゃ。あるおっさんがな、30年前ランドセル背負った小学生にカツアゲされたんやって。知ってます？ランドセル背負った龍二くん見たことあります？その小学生ってのがえらくでかくて180あったそうや。でかいな。うん、なんか確か算数ドリルやらない言うてたもんな。それが郷田龍二だったんや。ガキの頃から大人顔負けのタッパで有名やったって。ほんで30年越しにばったり出くわしてまたカツアゲされたっていう話やねん。リュウジがカツアゲなんてしねえよな。いや、なんかね、カツアゲっていうよりかはその同級生を助けるためにやってたっていう感じだったと思うけど、あれ見たのマジマゴロウだったっけ。30年ぶりだったんだろ。他人の空にじゃったったんでねえか。カツアゲされたおっさんによると、男は金髪で口元に刀傷あったんやって。小学生の頃から金髪で口元に傷、まあ特徴は一致するか。あんな、何よりもカツアゲ本人が郷田隆二を名乗ったんやって。何なんだって。ちょっと気になるやろ。まあ気になりはしてます。まんまとな。カツアゲ野郎の手がかりは、
被害に遭ったおっさんは蒼天堀通り東で出くわしたっちゅう話。ええ、犯人は現場に戻るか。分かった、行ってみる。それ龍二かな。いやでも龍二もカツアゲって言い方をするとあれなんだけど、本当に根がいい子なので、龍二くんってね。この小学生の時に、その中学生とか高校生がね、小学生に絡んでいって、ちょっとお小遣いよこせやみたいなことをやってたんですよ、当時。それを守るために龍二がおらって、おらついてたんですよね。どの辺？あ、やっぱここなんだ。そうだよね。あそこのベンチで、たこ焼き屋の前のベンチで、仁王立ちしてたもんな、小学生龍二。お、カニがいっぱいいる。でもこれ、苦手な人苦手だろうな、この絵。そういうこと、集合体とか嫌いな人は本当無理なんじゃない今の。まあ一応、その龍二がいるんじゃないかっていう、この辺らしいけど、この辺りか。龍二らしきやつが現れたって。まあな。あ、そこのおっさん。え、これ？ん？ああ。金髪ちゃうんか、もしかしたらと思ったんやが。お前らじゃん、なんか龍二にかつてカツアゲされたいよ。誰か探してるのか。あ、おっさん何勝手に喋っとんねん。もしかして金髪でウォールバックの男だったりしねえよな。ああ、おう、なんでわかったんや。なんか知っとったら教えろや。俺も嘘で聞いただけだ。怪しいな。隠すなら力ずくで聞かせてもらうで。どの辺を聞いて怪しいと思ったんだ。おい、お前らそんなだから龍二にやられてんだよ。おらチャリンコでチャリンチャリンじゃい。いや、チャリって偉大ですね、本当に。で、リュウジがいたんだって。でも探してんのか、こいつらも。教えて。リュウジに会いたいんだけど。そう、なんや、このおっさん。おい。お前らが探してたのは、大田リュウジか。くーん、だからなんやっちゅうね。なんでリュウジ追ってる。ここら、俺らの縄張りなんや。なのに最近、その大田リュウジとかいうやつが、好き勝手しとるっちゅう話聞いてな。いっぺん締めとこうしてたんや。いや、郷田龍二多分締められるぞ、本当にいたら。ガキの縄張り争いか。龍二が何者かも分かってなさそうだ。もう行け。これからも、はしゃぐのもほどほどにしておけよ。くえ。反省しろ。でもリアルにさ、まあ、キリュウちゃんに喧嘩売るのもあれだけど、龍二目の前にしたらもう耐えなくなると思うけどな、郷田龍二。わしをお探しなんか。いや、なんか違うかってな、ボイスが。え？何？え、ジーパン？え、まさか。え、いや、違うわ。誰だ、お前。あんたが探しとったゴーダリュウジやなんか、以後よろしゅう。こうね、目を細めればゴーダリュウジかなって見える時もあるんですけど、まあ、タンクトップじゃないんだよな、白タンクか。そんな無駄足だったようだ。じゃあ、わしは相手に随分舐めた態度やないか。ちょっとなんで好意の顔。これからわしの名前聞くたびにしょんべん漏らす体にしたるわ。もう龍二もええ加減にして、自称ゴーダ龍二もお前もチャリでやったる。そう、何が自称ゴーダ龍二だ。タンクトップをやめろ。お、龍二がポッポに入ろうとしている。入店。いや、ゴーダリュウジ、もっとかっこいいって。そんなんじゃなかったって。おい。なぜお前、リュウジの名を語ってるの。そりゃ、ゴーダリュウジ言ったら、この町のレジェンドやからな。そうだ。何かと箔がつくっちゅうもんよ。なるほどな。だが、お前には二の重い名前だったようだな。けど、わしがゴーダを名乗ってるのは、それだけが理由やない。お。何？なんだと？何してんの？足くじいたんじゃん。喋ってから行け。あばよ。逃げ足だけ恐ろしく速い。つくづく龍二とはほど遠いやつだったな。え、もしかしてあんなやつがいっぱいゴロゴロいんの？上流だ。大田龍二の剣外れだった。そこらのチンピラが龍二の箱に乗っかっただけだ。まあまあそんなとこやろね。こっちは上流が出てる間に新しい噂入手したで。聞かせてくれ。質持たせ。まあ今風に言うならハニトラやな。それが最近町に出没しとる。お、え、それがリュウジ？
んでいるっぽいお姉ちゃんの誘いにホイホイついていった先に、おっかない男が待っとるんやけど、その男が郷田龍二を名乗っとるんやって。何？龍二が進もうとする、絶対嘘なんだけど。金髪なのはもちろんロングコートに日本刀持っとったっちゅう話よ。あ、でもさっきよりかは、さっきタンクトップだったんですよ、白の。郷田龍二といえば派手な金髪と同じくらいその2つがトレードマークやったらしいで。うん、分かった、そっちにも当たってみる。こっちから頼んどいてないやけど、上流この件妙に積極的やね。そうでもないさ、その男に会うにはどうすれば。小福町南あたりにお姉ちゃんが出没するらしいから、まずはそこと接触するのがええね。分かった、まあ、あえてハニートラップにかかるっていうことですよね。じゃあ行ってみるか。まあ一応この辺にその龍二の話の続きがあるらしいんですけど、また変なの出会いそうなのな。赤目が言ってた相撲たちはこの辺りに出るって話だが、お、これちゃん、あ、めっちゃピンクね。そこのお兄さんめっちゃピンク好きな子だ。早速来たの。なんか言ったね、何しとるん。時間あるんやったら私と楽しいことせえへ ん楽しいことってのは。もうそんなこと女に言わせる気。最近彼氏と別れてたまってんねんな。いや、これ行く人多いんちゃう？ほんと、あからさまだもんな、でも。もう、溜まってるのか。鍵カッコ二重につけないの。せやねん、溜まってんねんな。うん。わかった、いいだろう。まあ、溜まってんったらしょうがないよな。ノリのいい人は好きやで。それじゃあ行きましょう。あからさまりつつもたさ。さて、何が出てくるやろかな。どこ行くんだろう、でもこれで。お、なんか綺麗なとこ来たね。先にうちシャワー浴びてきて。え、ここ部屋？部屋の中？え、ひっろ、うん、ああ。じゃあまた後でな。え、でも浴びるって言ってもさ、スケスケだぜ。さて、普通の筒持たせならこのタイミングだが。お、くんちゃん、なんか違うな、小走りで来たもんな。お、この郷田龍二の女に手出しとんなお前か。こいつは。お、お、おお、誰だよ。誰だよ、本当にお前。ちっちゃいな、なんか。自分が何したか分かってんやろな。チーム隊員か、こら。これ、龍二見たらなんて言うんだろうな。本人に見せてあげたいな。え、これ、彼氏？あ、あんた、うちこの男に無理やり、え、本当にやってる？これでいいの？おう、ノッコ。おい、ノッコ、あれでええんか。言われんでも分かっとる。お前みたいな。そうそうとした女が、こないな場所に連れ込まれるなんての、溜まってんねん言うてたで。ノッコは、ノッコは溜まってんねん言うてた。もうひとまず財布とスマホ出せや。あ、お前なんでそんな格好してんだ。あ、郷田龍二を名乗る理由もだ。じっくり聞かせてもらうぞ。もう龍二に見せてやりて。これお前なんだってって見せてやりて。なんやこいつ。アホが。それが踊りの最後の言葉や。いや、ほんと立ち悪いな、こいつ。でもさ、なんでこんなにいい部屋なんかこう。ほーら、自称郷田龍二。ほら。見とけ、こら。龍二はそんなんじゃねえんだ。ほら、ご自称郷田龍二。腹立つわ。いや、私結構郷田龍二っていうキャラクター好きだからさ、なんか腹立つ反面はおもろくてしゃあないわ。なんやこのバケモン。いい、もうノッコも反省しろもん。ん、実にふんふんふんとした女だったな。なんかなんていうの、モンモン。おい、もう一度聞くぞ、お前はなぜ郷田龍二を語ってる。それは、お、誰の電話？あ、キリュウちゃん。赤目さんかな？ん？上流だ。上流、郷田龍二の技と、また外れだ。これから名を語る理由を聞こうとしてる。そっか、こっちは本命のネタ使うんだで。あ、マジ？合流会のアジトを突き止めた。え、マジ？合流会のアジト？何？合流会の？え、え、逃げたんだけど、ノッコの男。好きやりや。好きやりで逃げるんかい。もうあれはいいんじゃない。ああ、すまない、話の続きだ。合流会のアジトだと、合流会特に解散してるだろ。正しくは合流会復活を目論む残党のアジトやね。
本当なんだろうな。でも合流会って全滅したんじゃないの？どうなん？幹部衆は。これは噂やなくて情報。それと龍二の偽物連中とは何か関係があるのか。それは聞いてみないとわからへんわ。いや、もしあれが、龍二がやらせてることだとしたら引くぞ。わかった。場所は？明日は公園近くにある第3昼間ビルの4階や。場合によっちゃ荒事になるが構わねえな。任せるわ。恐竜は無益な血は流さん男やろ。ああ、そのつもりだ。じゃあな。にしてもこの部屋すごい。もうちょっとここにいたいんだけど。明日は公園近くにある第3昼間ビルか。交流会の復活、どういうつもりか確かめねえとな。じゃあ明日は公園の方行ってみますか。でもさ、あれ交流会がそれこそ目論出て、あの偽物含めね、ゴーを出してるんだとしたら、一回龍二くんはもうちょっと自分に自信持った方がいいと思う。あんなもんじゃないぞっていうの、合田龍二っていう男っていうの安売りしすぎかな。もうちょっとね、なんか自分の良さっていうのを引き立ってくれる人を見つけるべきだったな、あいつは。あ、ここ？ここに合流会残党が集結してるんだったな。乗り込んでみる。乗り込むか。連中の目的を見定めねえとな。でもなんか近江っぽいぞ、服装は。あ、なんやま、うわ、虎飾ってる合流会だから。どこ見とんねん、こら。おい。交流会復活させるとか言ってんの、お前らか。何使いしとんじゃ、こら。パーンボハ。やば。でも奥にいる人が、今偉い人、もう一度だけ聞く。交流会復活させるとか言ってんの、お前らか。わしに、なんか用ですかな。お前は人様の事務所に乗り込んできて、誰やとはご挨拶やな。自称交流会3代目。なんか細い線が。わしが合流会3代目会長や。それにしては見ねえ顔だ。俺は2代目時代、それなりにそちらと付き合いがあったみたいな。さようで。わしは2代目時代の終わり際に、はい、交わしましてな。ご存じないの無理はないかと。ペーペーじゃねえか。失礼ですが、あんたさんは。赤目といえばわかるだろう、その使い。おう、赤目の。情報通とは噂。情報通との噂は金がね聞いとりましたが、ここを嗅ぎつけたっちゅうことは本物みたいですな。半端な嘘は通じない。発言には気をつけることだ。おう、怖い怖い。赤目さんとこにはいずれご挨拶に伺おうと思っとりました。今やうちらのが新山ですからな。おい。お前らのことを本家は承知してるのか。いや、そうだよね。いいえ。ですが、これからいくつかの手土産を引っ下げていくつもりです。手土産？そうすりゃ本家も首を横には振らんでしょう。近江を舐め腐っているな。二代目会長、合田龍二がカムロ町で死に、合流会は一度お取り潰しとなりました。なんせ当時の本家にクーデターを起こしたんですからな。ですが、残されたわしらは合流会が天下取る野望を、二代目の対岸を一時も忘れたことはありません。方々に散りこそしましたが、耐え忍び続けて十数年、ついに合流会再結集との時と相なったわけです。最近町で合田龍二が生きてるって噂や、龍二の名を語る連中が現れてる。それも一人じゃない。お前がやらしてんの？お前らが何か関係してるのか。だとしたらもうちょっとクオリティを高くしろ。そうです。我々がこの町に再び返り咲くにあたり、合田龍二っちゅう名は絶大な武器になる。しかし二代目はもうおらん。せやから合田龍二の幻影をこの町に植え付けることにしたんです。かっこ悪いな、自分の名前じゃなくて結局合田龍二の名前使うんだもんな。それで龍二の偽物を町中にばらまいたと。ええ、この町の至るところで合田龍二の名が響く。そんな中、おたえてる我々三代目合流会が蒼天ぶりに返り咲く。我ながらええプランだと思っております。そうか、よくわかった。お前らがいかに合流会の大門にふさわしくねえのかがな。合流会の復興は好きにすりゃいい。俺の知ったことじゃない。
だが死んだ龍神をみこしにあげて、ましてその名をてめえらの強払いに利用するのはこの俺が許さねえ。いやそうだよね、龍神の名前をそうやって使うねよ、お前らの出世のために。俺が許さんと来ましたか。あんた二代目の何なんです。いや、それを言葉にする必要はね、まあ、ちょっとしたお兄さんかなと思ってます。わかりました。こちらとしても話はこれでしまいです。もう一つの要件を片付けるとしましょう。さっき言うたでしょ、いずれ赤面とこには挨拶に伺うと。その時には手土産の一つも持っていかんと失礼にあたる。あんたの生首がいい土産になりそうや。合流会に逆らえばこういうことになるといういいメッセージとしてな。できるもんならやってみろ。いや、それにあいつはそんなんでビビる玉じゃねえ。そりゃやってみんとわからんでしょ。お前らやっちまえ。え、でも、どうなの、結局なんか近江で成功しなかった人たちって感じなんだけど。ほら、ぜひね、今それこそすごく出てきてる、あの郷田龍二っていう男については龍が如く極み2でたくさんねお話を見れるから、ぜひ見てほしいよね。ほら、いや、なんかこいつらに対してなんかね、龍二へのリスペクトが全然感じられねえんだよな。もっと龍二を敬わんかい、お前は。そう、これで終わったかな。いい、町からは出ていく、せやから許してくれ。とんでもない合流会だな、ほんと恥さらしなんだけど。この程度で諦めんのか。いよいよ合流会の金看板はてめえらには荷が重すぎるな。うう、今日中に町から出ていけ、そして二度と戻ってくるな。いや、龍二が生きてくれてたらな、こんなことにはならなかったんだろうけど。それこそこういうせこい真似をすることが嫌いな男だったから。そっか、じゃあこれで一件落着やね。郷田龍二は全部合流会が巻いた偽物で、合流会もこうならず。お疲れさん、上流。それにしてもやっぱりこの件妙に熱心やったやん。なんでなん。いや、合流会がどうな俺の知ったことじゃないが、あいつがちんけなカツアゲだのつつもたてだのをしてるなんて悪評が立てられるのは我慢ならなかったんでな。あいつって郷田龍二のこと、上流の知り合いやったん。どうだろうな。まあええわ、とにかくこの件はこれで完了。次の仕事が入ったらまたよろしく頼むわ。気が向いたらな。余計なお世話だったか、龍二。いや、まあ怒りそうな気はするけど許してくれると思うよ。お互い有名人は辛いな。そっか、龍二、出会いたかったけどな。